どうも皆さんこんばんは、ゆうです。パープラプリやっていきます。まあね、チームランクがね、SS3 までね、なんとか到達できました。いやー、これはね、最近ちょっとゴールデンウィーク中忙しくてね、ちょっと千丸厳選やろうかなと思ってね、仕事の合間に、でやって、この外野手2人かな、この3番4番バッター、これ SS5 を作って、まあ、SS3 にね上がりました。はい、でこの4番のね、海野かな、こんな感じです。オール A 以上作れました。まあ、そうですね、チャンス二重丸とかは作れなかったんですけど、まあ、これね、招き猫恋愛の守り持ってきた状態で千丸ついとったんですよね。これめちゃめちゃね、うまくいったかなって思ったかな。ただね、ちょっとタック自体はね、そこまでハマってなかったんですよ。まあ、敏将タックがね、まあ、ハマってくれたんで、まあ、総力と肩もね、上げれたっていう感じですかね。カジマのバカ力からも取ってるね。金徳は、9かな。で、イベントデッキなんですけど、まあ、新方をちょっと抜いてね、別バージョンの柳生ちゃん。この子使って、はい、ちょっとね、選手更新しました。強いね。俺も引きたかったんですよ、ガチャ。ガチャ引きたかったんですよね。今月ね、VR 買ったりとかね、ちょっといろんな機材買いすぎて、ちょっとお金なかったので、ちょっと引けなかったです。はい。まあ、こんな感じですね。金徳がね、洗礼の一撃か。これ確定なのでね。まあ、非常にいいキャラクターなんじゃないかなと思ってます。はい。で、こっちの杉野かな。これも A、オール A 以上やな。こっちはね、招き猫持ってきてなかったんですよ。で、イベントも、一級入魂、災害の一級入魂と、あと、佐伯のね、恐怖の満塁男。これ未完やったんですよ、二つ。なんですけど、こっちはね、逆にタックがめちゃめちゃハマってくれて、まあ、こんな感じの、はい、結果になりました。まあ、チャンスも20丸まで取れてるね。で、まあ、ちょっとね、この杉野くんに関しては僕動画撮ったんですよ。ちょっと実況してないんですけど、動画撮ったので、今回はね、そちらをね、ちょっとお見せしようかなと思います。ちょっとね、まあ、無言実況になるので、まあ、面白くないと思うんですけど、まあ、いつもより、ちょっと、ぜひね、この後ご視聴の方お願いいたします。はい。いやー、これも良かったかな。こっちはタックハマってくれたから良かったんですけど、ただ、これイベントね、完走してたら SS6 見えてたと思う。だから今の自分の目標はね、まあ、天才ニュートロケ使って、まあ、そこでね、千丸引いて、SS6 以上作っていきたいですね。あと、サードとショート、これからね、ちょっと、更新したいかなっていう、はい、今の目標でございます。それではね、この3番バッター、杉野くんのサクセス動画を、どうぞ。
Thank you.
2回の裏、全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは杉野、投げました、初球を打ちました、越えた、杉野ヒットを放ちました。全力学園先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で杉野、緊迫した場面が続きます。投げました、ボール膝元へ、投球はこれから3球目、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、ライト線。全力学園追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で杉野、さあ次の投球、空振り、第3球はボール、さあ4球目、打った、これは強烈、いった、高田。全力学園リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁、打ちました、痛烈、いった勝負。全力you
全力学園同点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で杉野打った。これはいい当たりだ、はい、見上げた。全力学園追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で杉野投げた。これはいい当たりだ、いった、入った入った。全力学園リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている杉野。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、打った。これは強烈、いった、入った、入った。全力学園ダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー3塁という場面で杉野、ここまで全打点を叩き出しています。打ちました、痛烈、右中間、いった、入った、入った。全力学園2回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回のトップバッターは杉野。初球を打った、ライト前進、取りました。これでワンアウト。4回の裏、全力学園攻撃に入ります。トップバッターは杉野。第1打席はない、これはいい当たりだ、入れば同点だ、いった、入った。全力学園リードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で杉野、初球打った、ライナー、やった、センター前ヒット、クリーンヒット。全力学園リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で杉野、今日はホームランを打っています。第2球投げた、アウトコース低め、空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、1球外してボール、投げました、ボール。投球これから5球目、打った、これは強烈、いった、入った、入った。全力
2回の裏1点を追いかけます。全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは杉野、決まってストライク。まずは1球見ました。投球これから2球目、打ちました。痛烈、入れば同点だ。いった、入った、入った。全力学園同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で杉野、怖いバッターが続きます。投げました、これはいい当たりだ。入れば逆転だ。いった、入った、入った。同点で迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で杉野、今日3打点を挙げています。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、これは強烈。いった、入った、入った。全力学園追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で杉野、今日4打点を挙げています。投げました、見送ってストライク。第3球はボール、外角高め、投げた、打ちました、痛烈。入れば逆転だ。いった、入った、入った。全力はい、という形で、はい、SS5 をね、なんとか、作れました。これからはね、この3番ショートですね、ここをね、ちょっと SS5 以上を目指して、チームランク SS4 にね、上げていきたいですかね。あとは、投手育成もね、この先発をね、SS2、うん、作って、まあ、さらにね、チームランクを上げていきたいかなと思います。ここまでね、まあ、チームランク上がったのも、いつも僕の動画を見てくれてるね、方のおかげなので、本当にね、ありがとうございます。まあ、ツイッターやったらね、ハロニキとかね、ハロさんと、まあ、あと、うん、ちいがみさん、ゼラさん、砂浜さん、本当ありがとうございます。いつもね、いいねしてくださってありがとうございます。またね、コメントの方ではね、名前忘れた、レクサス大好きさん、うん、ちょっと、前のアカウントの名前やと思うんだけど、本当いつもありがとうございます。はい。あと、大地のニュースさん、見てるこの動画。最近見てないやろ、大学生になったばっかやろ。まあいいやん、いいね。大学生活はな、ほんとエンジョイした方がいい。うん。リア充しろよ、リア充。はい、という形で、ご視聴ありがとうございました。